発金性ルツボと溶融石英製マッフル及びルツボハサミ加熱中のルツボルツボは高熱を利用して物質の溶融、合成、保温を行う際に使用する耐熱容器。科学分析では重量分析の他金属の溶融等に利用される。また金属加工用の炉にルツボ炉がある。一般的には湯のみ状の耐熱容器であるが歴史的には 金属加工に用いられた皿型のルツボなどもある。科学分析では、重量分析の他金属の溶融、灼熱、ろ過等に利用される。ルツボを保持する道具としてルツボハサミがある。素材素材には、白金、金、銀、ニッケル、鉄、石英、磁器、タンタル、ジルコニウムなどが用いられる。焼きや、その研究の場合は、アルミナ、ジルコニア、 ベリリアなどが用いられる。厳密には、化学分析ではないが、多量の資料の分解、高温実験用のサイアルツボ、電極圏用のルツボなどには、黒煙が用いられる。加熱実験室レベルでの加熱には、分前バーナー、小型電気炉などを用いる。一般のルツボは、ガスバーナーで加熱するが、高温になると赤外線の放射量が多くなり、なかなか消音しないため、 マッフルという多いをつけることが多い。特徴と注意点素材の選定にあたっては、用途、加熱温度、ルツボ素材からの不純物の影響、耐色性、価格などが考慮される。ルツボは高温になると膨張するため、材質によっては割れることがある。特に水で急冷するなどは避けるべきである。金星や白金星のルツボは非常に高価で、 特に白金製ルツボの価格は化学実験機器のカタログで通例、自家と掲載されているがこれは材料費が価格のうちの多くを占め、かつ貴金属市場における相場に大きく影響されるためである。露火用のロカルツボにはグーチルツボやマンロウルツボなどの種類がある。工業用のルツボロは溶解炉や保温炉として用いられる。半導体工場用は 石英製の石英ルツボが用いられている。大型のルツボでは人が入れるほどのサイズのものもある。広角ガラスの誘拐にはかつてセラミックス製のものが用いられたが、微量不純物の混入を嫌って、現在では白金製のものが用いられている。ありがとうございます。